はい、I'm Tank。 ハッフ、ジェイ。おめたちはイマリトーンズ、日本のクリスチャンヘビーメロバンドです。おめたちはジーザスウィンドウというタイトルの特別なアルバムを作り上げました。そのリリースのためにクラウドファンディングをやることにしたんで、皆さんに協力をぜひお願いします。このアルバムはヘビーメロのアルバムですが、コンセプトアルバムで日本の歴史というものをテーマにしています。そしてそれはクリスチャンの視点から見た日本の歴史ということをテーマにしています。日本ではキリスト教は少なくて、一般的には仏教の国って言われてますけども、日本の歴史でキリスト教の影響っていうことは常にありましたね。その日本の文化とキリスト教との関わりが歴史の中でドラマを作り出していきました。そのことを俺たちはヘビーメタルという音楽を通じて表現してみたいなって思いました。歴史というのはすごく難しいもので、例えばいろいろな文献とか資料とか学説とかあると思うんですが、なんといっても俺たちはミュージシャンなので、音楽的な霊感を頼りに自分たちの中にある日本人の本当の精神の姿を描き出そうと思いました。その内容としては以下のようなものがあります。例えば古代日本に渡ってきたと言われる古代ユダヤ人たちの伝説。仏教の中に見られるキリスト教からの影響、武士道、つまりサムライズコード。武士道を世界に紹介した新渡戸稲造がクリスチャンであったことは有名ですね。そして俺たちはこのコンセプトアルバムについて作っていく中で、気がつけば古代だけではなく近代、そして未来までも音楽として物語にしてしまいました。例えば第二次世界大戦。
戦後の日本の経済発展。2011年に起きた東北の大震災、そこから物語は未来に向けて進んでいきます。なのでちょっと謎めいた予言書みたいなアルバムになってしまいました。だけれども俺たちは日本人にとっての信仰とか言葉は難しいんだけれども、霊的な状況とかそういったスピーチュアルな問題にずっと向き合って音楽をやってきたので、そんな僕らにとってこのアルバムはすごく重要な作品になります。でこの作品をね、まあ今時はみんなデジタル配信なんですけども、配信だけじゃなくてちゃんと CD にして届けたいということで、こうしてクラウドファンディングをしようと思いました。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ皆さんありがとう。 God bless you all. バイバイ。